リガニ役の人はまずここのラインに並んでもらいます。競争役は向こう、お互いに手を向けて、よーい、今回水ですよって表してくれます。要素があったら連れて帰ります。あ、この連れて帰ってこられた飯塚くんは次のターンでは何になってるんですか？子供ザリガニになってます。欲しい要素が向こうになかった場合、自然に帰っていく要素になっていきます。要素の人は動けません。ザリガニが次に来てくれるまで待ってください。水、おうち、食べ物ですね。はい、家です。水、食べ物、お腹を押さえますよ。このグラフ見てどういうことが言えると思いますか？増えたら減ります。食べ物がなくなるから。何も影響がない状態でザリガニが普通に過ごしてるっていう状態だと、年ごとに増えたり減ったりを繰り返していきますっていうのがこのグラフでわかります。こういうのを動的平衡状態と言います。こちらザリガニが入ってきて19から20、24、と増えていくんですが、どうでしょう？減っていきますよね。こちらザリガニはと順調に数を増やしていきます。外からの影響があった場合に、そこにもともといた種類がどういうふうに変化していくかなっていうのが分かると思います。